どうも皆さん、チャオモカです。ということでね、今回はブラッククローバーの最新話を見ていこうかなという感じなんですけど、まあね、ちょっと考察が当たりましたね。これ当たりましたよ。何が当たったのかっていうのは、まあおいおいね、お話をしていくとして、232話、静かな湖と森の影ということで、まあ、前回ね、スペード王国の端にある基地っていうか、端にあるね、まあ場所を攻め落としに行ってたレオポルドと、まあラックもね、一緒に帰ってきてるんですけど、全員揃って、まあスペード王国の拠点の一つ、トロンの町を占拠できましたっていうことで、トロンの町をハート王国と同じ結界で張って守ってるということで、まあこのハートの女王がね守ってくれてるっていう感じになるんですけど、どんどんここからねこの領土を増やしてスペード王国の悪魔を追い詰めようっていう風に言ってるんですけど、この領土ってねハート王国の領土になるわけやから、そうなるとこのねこのハート王国領土を広げていった後、ちょっとなんか危なそうな怖い感じはするんですけど、まあそれがねどうなるのかっていうところですけど、でね、まあもうラックのいつも通りのねもうラックの戦いたいっていうね衝動が出てきてね、まだまだやりたいないやね、ガジャ相手してよっていうことでね、相手してくれっていうふうに言って、もうレオポールドもいや俺たちもみたいな感じでね言うんですけど、ガジャは戦ってきたばかりなのですから体を休めてくださいっていうことでもう返すんですけど、いえいえ全然元気ですっていうことでみんなもうやりたいって感じでね3人とも戦いたがるんですけど、ここでねこのロルペチカが女王様ですね、ハート王国の女王様が楽しそうですね、私も賛成しますって感じで言うんですけど、まあ、精霊がねダメに決まってるでしょロロペチカ、何言ってるのっていう感じで言うとドテーって感じでねこの女王様こけてしまうっていうことで、もうノエルはもう呆れた感じで全くバカらしいわねっていう感じで言ってるんですけど、まあこっからはねその女性3人、ミモザとノエルとロロペチカが3人でねもうお風呂入ろうかということで水浴びに行きましょうって、まあ、お風呂じゃないね水浴びに行きましょうって感じで行くんですけど、もうフィンラルはねもうそれを聞いてて、いやどうしようって感じで言ってるんですけど、ノエルがフィンラル変な妄想したら殺すわよって感じでフィンラルが「ノエルちゃん今必死に耐えてるよ」って感じでね言うんですけど、そこでねなんか誰かおばちゃんが走ってきて「大変です、ポルンフルームの森にチャーミーが出没しました」っていうことで、ノエルは「てんてんてん」って感じで、フィンラルは「またか」って感じで言ってるんですけど、まあアスタがね助けに行くんですけど、アスタがもうね進化しすぎてなんかダンマの剣をね取り出すわけなんですけど、ダンマの剣に乗ってなんとね空を飛べるようになったということで、これすごいよね。アンチ魔法のこのねちゃんと使いこなして空を飛べるようになったという感じで進んでいくんですけど、次のページがねもうこれはいいのかって感じなんですけど、ミモザとノエルとロロペチカがねこうみんな裸なんですよ。裸でもう水浴びしてるって感じなんですけど、エルモラの湖ということでねハート王国の湖で3人がね水浴びをしてるんですけど、ロロペチカがね「ミモザさんお胸大きいですね」って「ちょっと触っていいですか?」って。変態やないかっていうね感じなんですけど、まあまあねその辺はちょっと飛ばしといて、このロロペチカは皆さんと仲良くなれてよかったですっていうことでね、ありのままでお話しできる友達ができて嬉しいですっていう感じで言うんですけども、精霊がねそれを見てもロロペチカとかねキューンとしてるんですよね。でねそう進めていくと、アスタがチャーミーのことにね行くんですけど、チャーミーが大食いをしてるわけですね。大食いを「いやアスタくん」って感じでめちゃくちゃ大食いしてて、アスタくんも食べるかいって感じでね、もうもぐんちょ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 ってね、もぐんちょってないんですけど、どんだけ食べてんすか、もうこれ以上食べちゃダメですチャーミーパイセンって感じでね言うんですけど、なんでって返すんですよね。でアスタが食べる以外のことできないんですかあなたはって言ったら、失敬だねアスタくん、私だって食べる以外のことも考えてるよ、食べる以外のことユノくんどうしてるかな、会いたいって感じでねユノのことを思って、ここからねユノが久しぶりに登場するわけなんですけど、副団長よろしいでしょうか、今から任務だ休養か、それが最果てのハージという村の教会からなのですがすぐ話せということで、ユノなんと副団長になってるわけですね。すごいね。まあ僕が前出した動画でこのユノ団長か副団長になってるんちゃうかみたいな、ね、動画出したんですよ。まあその時に団長になっててもおかしくないんちゃうみたいなことを言ったんですけど、さすがに団長はねバンジャーズのままなんかなとか思ったりして、副団長にはなってるんちゃうみたいな話をしたんですよ。まあさすがにねランギルス操られてたとはいえ、ランギルスを副団長のままに置いとくのもまあなんか示しつかへんから、その代わりにユノが副団長になってるって全然あり得るんじゃないみたいな話をしたら、来ましたよ副団長ということでね考察当たってましたっていう感じでね、まあ今週はこれで終わりになるんですけど、団長がねバンジャンスじゃないのかな、いやバンジャンスのはずやけど、ちょっと団長がバンジャンスのまんまなのかどうか気になる。どうなんやろね、まあバンデラスのまんまの方が可能性の方が高いかなとか思うんですけど、この副団長って言いに来た人がちょっと誰なのかはちょっとあんましよくわからないんで、ユノのマントの色がすごいよね。白と黒、影なのかな、これ影にしてはなんか黒いから、なんか服装変わったなっていう感じはしますね。まあ、副団長になってレベルが上がったのかっていうところなんですけど、服の色がちょっと違うんですよね。前の色と見比べてみてもだいぶねちょっと違うんですよね。前はなんか全体真っ白って衣装やったんですけど、マントっていうかなんていうの、ローブが白かったんですけど、半分黒みたいな色があって、それがねどうなのかなというところなんですけど、まあそこはね、まあ団長がバンジャンスのままなのか、もしかしたらメラウスなのかミモザなのかというところでね、気になるところなんですけど、まあ、今回はねこんな感じで終わりたいなと思います。まあね、今回気づいたところとかをねまたまとめていこうかなと思うので、是非ねチャンネル登録してまた見に来てください。冒頭でねテロップ出してると思うんですけど、プレゼント企画の方を考えてるので、是非ねチャンネル登録してプレゼント企画に参加してみてください。ということでね、今回の動画が良かったという方は是非グッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の